はい、それでは今日も読書レビューをしていきたいと思います1日1冊読書家のマルスですこのチャンネルでは私が1日1冊本の紹介レビューをしていますで普段はビジネス書についてご紹介することが比較的多いんですけれども、えー、その他のジャンルについても、えー、チャンネルページに再生リストが作ってありますのでよろしければそちらからご覧くださいまたこの動画の説明欄にも、えー、リンクが貼ってあります で、今日ご紹介する本はこちらの上原ひろみサマーレインの彼方というタイトルの本になります。で、えっとこの本はまあ文庫サイズでえっと200ページ強ぐらいだったと思います。けれども、えー、まあ上原ひろみさんという。まあ、ピアニストの方について書かれている本です。で、えっと発売がですね。2000 えー、平成21年ということで10年前ですかねの本になるんですけれども、えー、実は以前あのこの方の、えー、コンサート、まあ、ライブに、えー、行ったことがあってその時の物販で買った本になります。で内容としては上原弘美さんというまその非常に有名なピアニストの方で、まああのー、もう今は多くの方がご存知かもしれませんけれども。 えグラミー賞賞ななんかを受賞したあの本当に有名な方で,すであのピアノのプレイスタイルとしては、まあ、ジャズとかロックとか、えー、まあフュージョンといったようなジャンルだと思うんですけれども、えー、まあ超絶技巧っていうと少し安く聞こえますけれども非常にえ素晴らしい演奏技術をえまあ用いてですね、まあ、主にジャズとか えーまあ、場合によってはロックの、えーまあ、大御所たちとまあコラボレーションをしたりとか、えー、もちろんご自身でも曲を作られてますけれども、まあ、そういった活動をされている方ですちょっと最近の活動について私実はあんまりフォローできてないんですけれども、あのーまあ、今でもまだ精力的に活動されてるんじゃないかと思います。で、えーとまあ、その上原ひろみさんがですね幼少期からまあどういった、えーまあ、少女であって、まあ、どういうふうにピアノと向き合ってきたのかでまたその今世界を飛び回っていると思うんですけど、まあ、そういうライブ活動 通じてですね、まあ、どういった景色を見てそしてそれをどう感じて咀嚼してピアノの演奏に反映させているのかというような、えー、まあところが非常によく書かれていると思いますでこの表紙の笑顔を見ていただいても分かるようにですね本当にその上原さんというのはまあ明るいまあ、ひょ少なくともそのメディアに見えてくる姿っていうのは明るくて楽しそうにされている方で、まあ、あのピアノの練習が苦だと思ったことは一度もありませんって、えー、以前インタビューでおっしゃってたような気がします。 で本当にあのこう見ている人を楽しませる引きつける人でえっ、ー、ともうピアノの演奏中にもですねその生のライブでもそうですし場合によっては CD の音源でもそうなんですけどもこうすごくこう。 あの自分自身がこう乗ってきて演奏するともう声が出て「ですねうっ」とか「あっ」とか「えっ」とかっていう声がこう CD の音声にも入ってしまうぐらいすすごくこう情熱をを持ってピアノを弾かれる方で,すで,あので実際にすごく迫力がありますしもう何より楽しんでピアノを弾かれてるということがまあ非常にわかる、えー、まあプレイスタイルなんですけどもこの本の中にもですね、まあ、その上原さんを形作ってきた、まあ、あの思いだったりとか、えー、周りの方々っていうのがまあ非常によく描かれてい れていて、えー、まあ面白かったですでやっぱりその前向きに生きている人のまあ人生っていうのを、えー、まあ、追体験まではいかないんですけれどもあまあこういうふうに今歩んで来られたんだなっていうのをまあ勉強させていただくと何かここ心が明るくなって、えー、まあ前向きになるそういった内容の本でしたでまああのさっきも言ったようにポジティブな ポジティブに見えるまあ、方なので、えっ、ー、とあんまりネガティブな内容というのはすごく深く書かれてるわけではなくて、もちろんあのアップダウンがあるんで悪いことについても書かれてたと思うんですけども、まあ、基本的にはやっぱりそのポジティブな、えー、なんかこう澄んだ前向きな気持ちっていうのが詰め込まれている一冊だと思います。はい、今日は以上になります。よろしければチャンネル登録とグッドボタンの方もぜひよろしくお願いします。失礼します。